すみたいな。車大きいよ。あれも中古ついに。ほんと監視カメラなかったら無理や。いつもの BMW だとも8658ぐらいはわかる。あの春山整骨院の鍵が出回ってるところがテレビ局かな。その関係者の人間の手法や。多分なテレビ局関係者の人間の手法や。淡井圭介の自宅の鍵複製しとった連中と同じ手口やから、どうせ共犯者やろ。で、昨年年末ぐらいかな、12月下旬の頃にエースコックのワンタン麺、5袋入り1セットのものを買ってここに置いていて、で帰ってきたら2袋食べられていたと。で、もともと食べてなかったから数は絶対間違えてない。で、有馬警察署に行ったら、自分で食べてる可能性があるからって言われて追い返されて、戦国風部というゲームをした時にその内容が書かれていました。自分が食べてる可能性があるからとか。だから警察官が書き込んでる可能性がある。そこでしか言ってない。か実際にここの住宅入り込んで、そのエースコックのワンタン麺を食べた人間。いや、だからもう警察官の中にまともな人間あんまりおらへん。もう一緒に働いたことあるか分かるよ。ウォーロードばっかりさせよ。どこ行っても同じやん。ラントルレスタンスリゾートホテルの時もそうや。ゴールデンウィークの時、朝の6時出勤で22時までの勤務で休憩時間1回もなしで、飯もなしやった。もう20時過ぎた頃からもう気分悪くて、食べてないのに、オート感。そこのシーズンの店長していた人も警察官。アリーさんっていう人。10年ぐらい前に東京行った時に麻布警察署に配置されていて、麻布署だと思われる。あんまり東京のこと詳しくないから、テレビ朝日の近くの警察署、そこの前通って行ってテレビ朝日の方に行きようときに、俺が一緒について行ったろかって言ったのは、そのアリーさんっていう人。また、両手をポケットに手突っ込みながら、なんか言ってたから、まあちょっと変といえばちょっと変。で、その時に一緒に働いていた、田中美和って名乗ってた、女性。昔はグルーツラパークでも見かけたことある。この間、2023年の12月28日、皇居行って帰ってくるときに、JR の下道の乗り継ぎ、在来線。新幹線じゃなくて、それで帰ってこようとしたときに、目の前に座ってた。髪の毛金髪に染めて。だから電波で聞こえてきて動いているのか何なのかわかんないけども、じゃあ、その田中美和って人間、四国の人間じゃなかったのっていうこと。ナルトのレッサンスリゾートホテルは四国の徳島県。で、フルーツラパークにも来と。もう実情そいつも何なんっていう。正直。もう金髪に髪の毛染めてる時点で、どうせヤンキー側やろ。どこの業界の人間な。ナルトのレッサンスリゾートホテルでは、キャプテンランクで働いていたけど、そいつ。もうそいつって言っとくわ。どうせこっちの方が実績上や。ホテルマンとしても。大阪ヒルトンの王朝。関西ナンバーワンの売り上げのレストラン。それプラス、披露宴自体何百件も経験してある。キャプテンとしても仕事してた。していた。淡井圭介。披露宴会場でも。フルーツラパークのバーベキューコーナーでは1レストランとしての月間の売り上げ、ギネス記録、1億円超え1997年の5月ぐらい。
1997年か8年、そのあたり。で、あとは、ヒルトンホテルの1日の売り上げも、2000年の1月2日に、1日の最大売り上げは更新しました。468万。サービス料と宿泊料金抜き、込みだと550万1日の売り上げ。1レストランとしては驚異的な金額。普通のところじゃ考えられへん、そんな金額。実績絶対こちらの方が上。どこの業界に、もしかしてテレビ局の人間だった？いや、わからん。もうあいつら何手法で現れよん。なんで目の前座ってんの？しかも旅行バッグもっと。そのまま、ストーカー行為。そもそもナルトネサスリゾートホテルもアリーさんが警察官としてマネージャー、つまり店長としてシーズンというレストランに配置されていましたけども、一人一人の身元チェックできてます？もともとどういうふうなところで働いていたとか、どういうふうな学校通っていたとか、どの辺に住んでいたとか。いや、そこに、その後、強制わいせつしてきた大瀬まりなっていうやつが一緒に働いているんだけども、そいつはそこで徳永っていう名札を使ってた。徳山か徳永。警察官が現場に入っていれば、そこの現場がしっかりするかっていうと、そうじゃない。むしろ意図的に配置されてるんちゃうか。で、そいつは神戸大学附属病院で粟井圭介が2008年の6月に両顎を割られた時に搬送された先が神戸大学附属病院で、オペが終わった次の日に現れて強制わいせつやられと。昔からストーカー行為してた人間を同じ現場で働かせていたっていうことにもなるし、場所が場所や。普通徳島まで来へんよ。誰かが情報を与えて、裏業界の人間はお金回して来させようちゃうの。まあ、一旦映像止めます。後でまた録画します。さっきの続き、エースコックワンタンメン2個なくなったらしいですよ。食べたのねって、普通この会話にならへん。有馬警察署の警察官が喋った内容そのままや。で、警察官同士で電話かけて、もしくは、電波か？連絡しても人間は存在するっていうことや。で、尾張っていう名前名乗っとうけども、愛知県にいる人間じゃないか。多分三出しちゃうかな。学校の近辺からのどちらかやわ。で、我が天下とか戦国武武とかで絡んできてる人間のデータ片っ端から記録してる。ここの iPad に入ってるだけじゃないから。一応ね、前もって会話の前に、なんか変な、こういう変なことを、書き込んでくる人間とかおるから、世界のルールは法律っていうことを言って、まあ、その前の会話はどこだったかな。こういう会話かな。あ、これ、ああ。これ。これね、2023年の12月11日の日付に、2023年12月18日、22時12分41秒にて削除。だまだ日付は11日なのに、7日後のことをコンピューターが書いてきてるか、人間が書き込んで送ってきてるかのどちらか。まあ AI の可能性もあるんだけども、我が天下と戦国父母のそのスタッフの中に、粟井圭介の提案でこのゲームがもともと出来上がってるっていうこと。だから粟井圭介にお金を本当は払わなきゃならない。個人の権利ものは著作権法で、事業計画、プログラムに関しては事業計画のこと。ね、計画、プログラムの意味が。僕にも取り物ある。我が天下に関して、
フィールドはこうなっていて、戦闘画面はこういう風な形で、兵種があって、こういう風なパーセンテージとか、まあ、この辺のところは守備型とか攻撃型とか、いろいろ変えて、前衛型、後衛型、あと計略型とか、銀領という概念、元宝という概念、いろんなことを全部最初に言ったの。で、それを元に作ってるの。で、スタッフの人間とかがそれを分かっているのか分かっていないのか、何か気に入らないことがあって、こういうふうなことをスタッフが嫌がらせで送ってきてる可能性もある。で、まあ、そのことを、一応最初は AI ちゃうかなって思ったんですよ。AI の話をしてから、こういうふうな現象が起きていたから。淡井圭介のことを付きっきりで監視してる、海外のインターポール含めて、海外のね、機関の人間の中でも怪しい人間いないかどうか。一応その辺のところからまず探して、足元固めてというか、それから電波の傍受をしてる人間が存在してるか存在していないのか。それ。一応まあ、AI が身勝手に稼働しての、ああいうふうな手紙を送ってきてるんだったら、まあ国連に相談なんですけども、僕の場合は、まあいろんな、あとこれね、あとこの、尊大な川って書いてるやつ、百科の薬先輩でも読みますかとか、こう薬を出してくる。だこいつ精神病のこと知ってる。あとヤクルトを飲みすぎってのは、これはよくわからん。まあ、ヤクルトファンなのか何なのか、ヤクルトの話を知ったのか、まあ、スポーツの勝ち負けで頭の中を貸したりとか、そういうことが分かってない人間。あと、まあ、こいつのデータは、押さえてある。薬のこと言い始めてきた人間は、とか、あと変な名前つけたやつ、18禁とか。普通こんな記録、変なマークとかつけたりせん。あと、自分の名称とか、変なやつ。っていうのは、記録してます。